行不安再燃、ドイツの金融大手ドイツ銀行の先行きに再び不安が募っています。アメリカでの不正取引を解決するための和解金の減額交渉難航するとの見方強まっているためです。これどういうことかと言いますと、ドイツ銀行が金融商品の不正販売に関わったとしてアメリカの司法省がですね1兆4000億円という和解金を要求しました。そしてドイツ銀行がその和解金を減らす交渉に入ると宣言したことで、まあ、不安一旦はですね収まったかに見えたんですが、また再燃なんで再び燃え上がってきた。今週に入ってもドイツ銀行の株価の下落が続いているということなんですね。で、不正販売に関わっていたとしてこの1兆4000億という和解金、はい、まあ、言ってしまえばこれ罰金みたいなもんですよね。これどうなんでしょうね。これはね、本来は額としては小さい。小さいですか。なぜかというと、これ何が問題かというと、今の世界的な金融不安とか、経済の、まあ、各国のデフレ化とかの発端、はい、サブプライムローン証券の販売の問題でですね、はい、ドイツ銀行が不正に煽りまくったんですよ。で、MBS とか売りまくってですね、まあ、証券化商品たちですね。まあ、あの話なんですね、実はこれ。だどれだけ影響があったんですかって言ったら、これは罰金超1兆4000億じゃ少ないでしょって話なんだけど、はい、なんでドイツ銀行だけなんですか。ゴールドマンサックスはと私は思いました、これ記事読んで。で、同じような不正の販売していたアメリカ系の銀行は、この和解金の金額は少ないんですよね。そうなんです。そうなんです。だからここで狙い撃ちなんじゃないのっていうふうに思ってる。狙い撃ち。一番悪いって一番まあ、大きな影響を与えたのは間違いなくゴールドマンサックスですけど、ゴールドマンサックスの人たちっていうのは今政府にいますからね。ロビイストとか、あるいは本当の政府の官僚になったりしてるわけなんで、そこのアメリカ政府との癒着がすごいわけですよ。はい。ドイツ銀行は違いますってだけです、だから。あ、そうですか。うん、確かに民主党政権と金融と近いですよね。そうです。はい。なので、まあ今中に入ってるということ。で、ドイツ国内見ます。そのドイツ国内ではですね、ドイツ銀行が狙い撃ちされたとの不満があって、ドイツとアメリカの外交問題に発展するという見方もあります。ドイツがアメリカに狙い撃ちされた。うん、まあ、これどうなんでしょうかね。まあ、狙い撃ちというよりも、ドイツ銀行があの時の、その煽りまくった金融グループの中の唯一の、はい、ほぼ唯一の外資系だったわけなんですよね、はい。他はアメリカ系だったんですよ。はい。はい、明らかに国内優先でしょっていう、これはまあ何でしょう、批判っていうのは免れないと思いますよ、これ、アメリカの司法省。そしてメルケル首相なんですけれども、うん、ドイツ銀行を支援するつもりはないという報道もあったそうなんです。ですけれども、これ支援がないとドイツ銀行というのはどうなってしまうか。これは、本来だったら今株価下がってますよね、はい、それで罰金払うってなると自己資本が足りなくなります、はい、そこで政府が資金注入って形に私はなると思いますよ。あまりにも影響でかいから、でドイツ銀行潰れたら当然ドイツ銀行のですね、デフォルトにかけてる例のクレジットデフォルトスワップ、リーマンブラザーズが破綻した時のあの商品です、はい、あれがなんか要は保険を引き受けてが、もう大量のお金払わなくちゃいけないくなってしまって、またリーマンショックみたいなことになりますよと。あの時 AIG が払わされたんですけどね。はい、ということになるから、これ絶対支援すると思いますけど。連鎖していくわけですね。連鎖しちゃいますから、はい。ドイツ銀行、不安再燃。ドイツの金融大手ドイツ銀行の先行きに再び不安が募っています。アメリカでの不正取引を解決するための和解金の減額交渉難航するとの見方強まっているためです。これどういうことかと言いますと、ドイツ銀行が金融商品の不正販売に関わったとしてアメリカの司法省がですね1兆4000億円という和解金を要求しました。そしてドイツ銀行がその和解金を減らす交渉に入ると宣言したことで、まあ、不安一旦はですね収まったあったかに見えたんですが、また再燃なんで再び燃え上がってきた。今週に入ってもドイツ銀行の株価の下落が続いているということなんですね。で、不正販売に関わっていたとしてこの1兆4000億という和解金、はい、まあ、言ってしまえばこれ罰金みたいなもんですよね。これどうなんでしょうね。これはね、本来は額としては小さい。小さいですか。なぜかというと、これ何が問題かというと、今の世界的な金融不安とか、経済の、各国のデフレ化とかの発端、はい、サブプライムローン証券の販売の問題でですね、はい、ドイツ銀行が不正に煽りまくったんですよ。MBS とか売りまくってですね、証券化商品たちですね。まあ、あの話なんですね、実はこれ。だどれだけ影響があったんですかって言ったら、これは罰金超1兆4000億じゃ少ないでしょって話なんだけど、なんでドイツ銀行だけなんですか。ゴールドマンサックスはと私は思いました、これ記事読んで。で、同じような不正の販売していたアメリカ系の銀行は、この和解金の金額は少ないんですよね。そうなんです。だからここで狙い撃ちなんじゃないのっていうふうに思ってる。狙い撃ち。
狙うちの。一番悪い、悪いって言ったら一番まあ、大きな影響を与えたのは間違いなくゴールドマンサックスですけど、ゴールドマンサックスの人たちっていうのは今政府にいますからね。ロビイストとか、あるいは本当の政府の官僚になったりしてるわけなんで、そこのアメリカ政府との癒着がすごいわけですよ。はい。はい。ドイツ銀行は違いますってだけです、だから。あ、そうですか。うん、確かにあの、民主党政権と金融と近いですよね。そうです。はい。なので、まあ今中に入ってるということ。で、ドイツ国内見ます。そのドイツ国内ではですね、ドイツ銀行が狙い撃ちされたとの不満があって、ドイツとアメリカの外交問題に発展するという見方もあります。ドイツがアメリカに狙い撃ちされた、うん、まあ、これどうなんでしょうかね。まあ、狙い撃ちというよりも、あのドイツ銀行があの時のその煽りまくった金融グループの中の唯一の、はい、ほぼ唯一の外資系だっただけなんですよね、はい。他はアメリカ系だったんですよ。はい。はい、明らかに国内優先でしょっていう、これはあのまあ何でしょう、批判っていうのは免れないと思いますよ。これアメリカの司法省、そしてメルケル首相なんですけれども、うん、ドイツ銀行を支援するつもりはないという報道もあったそうなんですけれども、これ支援がないとドイツ銀行ってのはどうなってしまうか。これは、あの本来だったら今株価下がってますよね、はい、それであの罰金払うってなると自己資本が足りなくなります、はい、そこで政府が資金注入って形に私はなると思いますよ、はあはあ、あまりにも影響でかいから、でドイツ銀行潰れたら当然ドイツ銀行のですね、はい、デフォルトにかけてる例のクレジットデフォルトスワップ、あのリーマンブラザーズが破綻した時のあの商品です、はい、あれがあのなんかあの要はあの保険を引き受けてが、もう大量のお金払わなくちゃいけないくなってしまって、はい、またリーマンショックみたいなことになりますよと。あの時 AIG が払わされたんですけどね。はい、ということになるから、これ絶対支援すると思いますけど。連鎖していくわけですね。連鎖しちゃいますね。で、ドイツ国内見ます。そのドイツ国内ではですね、ドイツ銀行が狙い撃ちされたとの不満があって、ドイツとアメリカの外交問題に発展するという見方もあります。ドイツがアメリカに狙い撃ちされた。うん、まあ、これどうなんでしょうかね。まあ、狙い撃ちというよりも、あのドイツ銀行があの時のその煽りまくった金融グループの中の唯一の、はい、ほぼ唯一の外資系だっただけなんですよね、はい、他はアメリカ系だったんですよ、はい、よく明らかに国内優先でしょっていう、これはあのまあ何でしょう、批判っていうのは免れないと思いますよ、これはアメリカの司法省、そしてメルケル首相なんですけれども、うん、ドイツ銀行を支援するつもりはないという報道もあったそうなんですけれども、これ支援がないとドイツ銀行ってのはどうなってしまうか。これは、あの本来だったら今株価下がってますよね、はい、それで、あの、罰金払うってなると、自己資本が足りなくなります、はい。そこで政府が資金注入って形に、私はなると思いますよ。はあはあ、あまりにも影響でかいから。で、ドイツ銀行潰れたら、当然ドイツ銀行のですね、はい、デフォルトにかけてる例のクレジットデフォルトスワップ。あの、リーマンブラザーズが破綻した時のあの商品です。はい、あれが、あの、なんか、あの、要は、あの、保険を引き受けてが、もう大量のお金払わなくちゃいけないくなってしまって、またリーマンショックみたいなことになりますよと。あの時 AIG が払わされたんですけどね。はい、ということになるから、これ絶対支援すると思いますけど。連鎖していくわけですね。連鎖しちゃいますね、はい。はい。ドイツ銀行、不安再燃。ドイツの金融大手ドイツ銀行の先行きに再び不安が募っています。アメリカでの不正取引を解決するための和解金の減額交渉難航するとの見方強まっているためです。これどういうことかと言いますと、ドイツ銀行が金融商品の不正販売に関わったとしてアメリカの司法省がですね、1兆4000億円という和解金を要求しました。そしてドイツ銀行がその和解金を減らす交渉に入ると宣言したことで、まあ、不安一旦はですね収まったかに見えたんですが、また再燃なんで再び燃え上がってきた。今週に入ってもドイツ銀行の株価の下落が続いているということなんですね。で、不正販売に関わっていたとしてこの1兆4000億という和解金、はい、まあ、言ってしまえばこれ罰金みたいなもんですよね。これどうなんでしょうね。これはね、本来は額としては小さい。小さいですか。これでもなぜかというと、これ何が問題かというと、今の世界的な金融不安とか、経済の、まあ、各国のデフレ化とかの発端、はい、サブプライムローン証券の販売の問題でですね、はい、ドイツ銀行が不正に煽りまくったんですよ。MBS とか売りまくってですね、まあ、証券化商品たちですね。まあ、あの話なんですね、実はこれ。だからどれだけ影響があったんですかって言ったら、これは罰金1兆4000億じゃ少ないでしょって話なんだけど、なんでドイツ銀行だけなんですか。ゴールドマンサックスはと私は思いました、はい、これ記事読んで。で、あの、同じような不正の販売していたアメリカ系の銀行は、あの、この和解金の金額は少ないんですよね。そうなんですね。そうなんです。だからここで狙い撃ちなんじゃないのっていうふうに。狙い撃ち。狙い撃ちなんです。一番悪い、悪いって言ったら一番まあ、大きな影響を与えたのは間違いなくゴールドマンサックスですけど、はい、ゴールドマンサックスの人たちっていうのは今政府にいますからね。ロビイストとか、あるいは本当の政府の官僚の場と私は思いました、はい、これ記事読んで。で、あの、同じような不正の販売していたアメリカ系の銀行は、あの、この和解金の金額は少ないんですよね。そうなんです。だからここで狙い撃ちなんじゃないのっていうふうに。狙い撃ち。
狙うちの。一番悪い、悪いって言ったら一番まあ、はい、大きな影響を与えたのは間違いなくゴールドマンサックスですけど、はい、ゴールドマンサックスの人たちっていうのは今政府にいますからね。ロビイストとか、あるいは本当の政府の官僚になったりしてるわけなんで、そこの、アメリカ政府との癒着がすごいわけですよ。はい。はい、ドイツ銀行は違いますってだけです、だから。あ、そうですか。うん、確かにあの、民主党政権で金融と近いですよね。そうです。はい。なので、まあ今中に入ってるということ。で、ドイツ国内見ます。そのドイツ国内ではですね、ドイツ銀行が狙い撃ちされたとの不満があって、ドイツとアメリカの外交問題に発展するという見方もあります。ドイツがアメリカに狙い撃ちされた。うん、まあこれどうなんでしょうかね。まあ狙い撃ちというよりも、あのドイツ銀行があの時のその煽りまくった金融グループの中の唯一の、はい、ほぼ唯一の外資系だったわけなんですよね、はい。他はアメリカ系だったんですよ。はい。はい、明らかに国内優先でしょっていう、これはあの、まあ何でしょう、批判っていうのは免れないと思いますよ。これアメリカの司法省、そしてメルケル首相なんですけれども、うん、ドイツ銀行を支援するつもりはないという報道もあったそうなんですけれども、これ支援がないとドイツ銀行ってのはどうなってしまうか。これは、あの本来だったら今株価下がってますよね。はい、それで、あの、罰金払うってなると、自己資本が足りなくなります。はい。そこで政府が資金注入って形に、私はなると思いますよ。はは、あまりにも影響でかいから。で、ドイツ銀行潰れたら、当然ドイツ銀行のですね、デフォルトにかけてる例のクレジットデフォルトスワップ。あの、リーマンブラザーズが破綻した時のあの商品です。はい。あれが、あの、なんか、あの、要は、あの、保険を引き受けてが、もう大量のお金払わなくちゃいけなくなってしまって、またリーマンショックみたいなことになりますよと。あの時 AIG が払わされたんですけど、ね、はい。ということになるから、これ絶対支援すると思いますけど。連鎖していくわけですね。連鎖しちゃいますね、はい。ドイツ銀行、不安再燃。ドイツの金融大手ドイツ銀行の先行きに再び不安が募っています。アメリカでの不正取引を解決するための和解金の減額交渉難航するとの見方強まっているためです。これどういうことかと言いますと、ドイツ銀行が金融商品の不正販売に関わったとしてアメリカの司法省がですね、1兆4000億円という和解金を要求しました。そしてドイツ銀行がその和解金を減らす交渉に入ると宣言したことで、まあ、不安一旦はですね収まったかに見えたんですが、また再燃なんで再び燃え上がってきた。今週に入ってもドイツ銀行の株価の下落が続いているということなんですね。で、不正販売に関わっていたとしてこの1兆4000億という和解金、はい、まあ、言ってしまえばこれ罰金みたいなもんですよね。これどうなんでしょうね。これはね、本来は額としては小さい。小さいですか。なぜかというと、これ何が問題かというと、今の世界的な金融不安とか、経済の、まあ、各国のデフレ化とかの発端、はい、サブプライムローン証券の販売の問題でですね、はい、ドイツ銀行が不正に煽りまくったんですよ。